こんにちは、りょうかです。今回は1週間コーデのラグアジム縛りを撮ってみました。いつもブラックコーデが多い私ですが、カラーものが多いラグアジムさんとコラボしてカラーコーデにトライしてみました。ラグアジムのプレスルームでブランドディレクターの室彩さんとコーデ作りをしたので、最初にこちらをご覧ください。それではスタート。ラグアジムのブランドディレクターの室彩さんに今回は一緒に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。で、今から室彩さんと一緒に、私いつも真っ黒なんですけど、ラグアジムのカラーコーデをちょっと似合いそうないい感じで組んでいただきたいと思ってます。それではスタート。でもやっぱり、はい、美脚なんで、本当にミニワンピとかでブーツさらっと着るっていうのが絶対可愛いと思うんで、はい、大好きなんですよ、一番。こういう感じのパープルのニットミニワンピ。あ、でも全然いけますね。いけると思います。全然短いとワカメちゃんみたいにいつもやるんですけど結構ゆったりめなんで、はい、これ合わせてもらって小物でなんかこういう感じで、あ、いいですね。黒のエナメルバッグとか持ってもらって、結構帽子もかぶってるイメージがあるんで、こういうラグだったら柄のバケハとかそういう感じで合わせてもいいと思います。じゃん、かわいい。こういうロングブーツも今っぽいですよね。そう、今年は結構圧倒的ロング人気、もうそう、圧倒的にミニにロングが人気なんで、はい、さっきのダウンにロングブーツとかでもいいし、はい、という感じでロングにミニ、もう完璧です。完璧、かわいい今しか出せないですよね。そうですね、もうちょっと寒くなってくると、まあ、タイツ合わせたりとかっていう感じになってくるんですけど、かわいい、かわいいと思います。本当にガチで私これ買いに行こうと思って。本当ですか、はい、嬉しい。色をでも白と迷ってて、はいはい、でも感じ結構おすすめで、はい、あの白だとちょっと中をブラックにしたりとかで割とこう締めたりしないといけないんですけど、感じだったら色物もいいし、ホワイトで合わせても可愛かったりとか、うん、こういう感じで中にこういう感じでカーキのダウンにベージュのスウェットでワントーンで合わせたりとかしても可愛くて、これにロングブーツみたいな合わせを使って、室彩さんカーキ推しでしたよ。カーキ推しです。インスタに載せてちなみにカーキとブラック2色私は買って、めちゃくちゃ暖かいです。これめっちゃ長いから可愛いですね。そうなんですよ、結構今年ショートダウンが他のブランドだと多かったりするんですけど、お尻まで結構すっごい隠れる長さで、かなり暖かいし、シルエットもすごい可愛いです、うん、オーバーで可愛い、お似合いそう、楽しみです。はい、今日はなんか普段黒がすごい多いイメージなんで、うん、なんでなんかカラーものとかも似合いそうだなと思って、はい、今季おすすめなのがこういうアーガイル柄のチェックニットにトレンドカラーのラインのパンツ、はい、かわいい、似合いますかね。似合うと思う、似合うと思います。たまにカラーもの着たらダンサーみたいになるんですよ。いやいやいや、でもこれカラーものが、はい、顔の近くに来るわけじゃないので多分取り入れやすいと思います。パンツでこういうラインを持ってきてもらって、で今履いてるウエスタンブーツとかにインして、確かに、そうブーツインすると今年っぽくなるので、そういうのも似合うと思います。かわいいです。いけますかね。いけると思う。なんか、ね、かわいい。これも発売中ですか。これ今発売中で、すごい人気のトップスなんですけど、ですよね、黒と白でちょっとラメ感があるリブのケーブルのニットなんですけど、割とこう短丈にボトムっていうバランス感が人気なので、はい、これすごい合わせやすいし、かなり人気なんです、ね。かわいい。今度買い物行くんで。あ、ぜひ、ありがとうございます。嬉しい。はい、Right next to me tonight. But you didn't know me. Or you didn't
I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. No, you didn't want me. All you wanted was a game to play. If you were me, you would do the same. Man, I really love to play. And now that I won, then it's safe to say. No, you didn't want me. All you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had my ways. Around your mind tricks and your side chicks, I'm a winner, babe. Something I could do, I could be running around chasing you, but I won't, 'cause I got better, better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive, alive. If you hadn't run away, every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. No, you didn't want me. All you wanted was a game to play. Beginning, I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Yeah. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive,